皆さんこんばんは。本日は簡単な動画になります。2日ほど前からですね、この TDI の、AdBlue を追加するまであと、2400キロ下回りましたというようなアナウンスがアクティブインフォディスプレイに、エンジン、始動時に、表示されました。その動きをですね、ちょっと記録に残したいと思います。今からエンジンスタートです。今出ましたよね。はい、そうするとですね、まあ先ほど出てた表示というのは、まあ、今あれかな、このアクティブインフォディスプレイのセンターのドライブインフォメーション、ビークルステータス、通常はですね、私は今タイヤプレッシャーをちょっと冬場なので特にチェックしてるんですけど、今日はあれですね、2.7 と出てますけど、この上の方ですね、最優先事項のところにアドブルーが、まあ、2400キロ下回りましたということで、まあ、現在走行距離が5600キロなんですけど、まあ、私の場合8000キロで、交換ということになるみたいです。でマニュアルとかインターネットの情報によりますと、2400キロの次は1000キロで、次の、なんだろう、強い勧告みたいな形ですかねになります。で実際にこの1000がカウントがゼロになるとエンジンが始動しないというふうに聞いておりますので、まあ、どの段階でアドブルーを追加しようかなとは思ってるんですけど、ですね、まあ、あとせっかくなので、真ん中のですねディスカバープロのところでですね、車両ステータスのところもビークルステータス見ると、このようにですね、ここに表示されてますよね。その他の警告灯が出た時とかは、まあ、このメッセージ表示の通りになるんですけど、別にどこか異常出たわけじゃないので、黄色とか赤にはなってないみたいです。まあ、今回は、こういうような感じだよというアナウンスがあったというふうな理解でいいんだと思います。はい、安心しました。これも私やっています。はい、この2つがあるのでアクティブインフォディスプレイのところに出てたということですね。はい、まあ購入してもうこれで5ヶ月なんとか9、10、11、12、1、5ヶ月ちょうど5ヶ月になりました。ですのでもういろいろあるので、まあ来月ぐらいかな、来月2月の中旬ぐらいにですね、ちょっと予約してアドブルー入れてもらおうかなと思ってるのと一緒に、まあ新車で買ったのでついでにエンジンオイルとあとフィルターですかね、それももうちょっと早いですけど、変えてもらおうかなと思ってます。はい、またその動画も上げます。はい、ちょっと今回も私 TDI 初めて、ディーゼル車初めてなので、まあこういう初めての経験を動画に残させていただきました。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。